有限会社ハルク、プロと昭和電機株式会社は8月17日、13日に開催された FIM アジアロードレース選手権で多重クラッシュに巻き込まれた遥かのぞみ選手が16日に亡くなったことを発表しました。22歳でした。選手は8月13日、インドネシアのプルタミナ、マンダリカインターナショナルストリートサーキットで行われた第4戦決勝レース2の4周目で発生した多重クラッシュにより重傷、現地の病院に搬送され治療を受けていましたが、現地時間8月16日17時40分に死去したとのことです。ハルク、プロは、今後の活躍が期待されていた選手の生涯成績を掲載。株式会社ホンダレーシングの渡辺浩二代表取締役社長は、はるかのぞみ。選手の訃報に接し、突然のことに大きな驚きと深い悲しみを感じています。今シーズンは怪我から完全復活し開幕から順調に勝利を挙げていたところでした。レースのみならず何事にも前向き、意欲的に取り組む姿勢が印象的で、まだ22歳とこれからの活躍が楽しみだった中での逝去が、本当に残念でなりません。選手並びにご家族、チーム関係者の皆様に対し、謹んで哀悼の意を表します。と追悼のコメントを発表しています。また昭和電機株式会社も同日、選手の死去を発表、選手の両親からのコメントを掲載しており、遥かのぞみは、5歳からオートバイに乗り始め、私たち家族に多くの感動と喜びを与えてくれました。今まで遥かのぞみを支え成長させてくれた多くの仲間やチーム、応援していただいた皆様に、感謝申し上げます。と我が子を支えてくれた周囲への感謝が綴られていました。ハルク、プロのオフィシャル INSTAGRAM でも選手の訃報が伝えられており、ファンからは、信じられないし受け入れたくない、残念すぎる、ミニの頃から見てたし、ロードに上がってからも、いつも声をかけてくれてたのに、残念です。ご冥福をお祈りいたします。選手の走りに勇気をもらいました。応援できて幸せでした。心よりご冥福をお祈りいたします。など悲しみの声が多く上がっています。ネットの声、ガソリンタンクを抱きかかえて最高速 300km でストレートを駆け抜け、ギリまでブレーキを我慢してタイヤのグリップ限界でコーナーを攻める。常に死の恐怖が頭をよぎるような状況で寸分狂わぬ操作を繰り返す精神力。普通の人間では到底不可能なことを涼しい顔でやり遂げる。プロのライダーは世界で最も尊敬される職業の一つだと私は思います。だからこのニュースは辛い。まだまだ若いのに、自分の可能性を信じて駆け抜けた立派人生です。心からご冥福をお祈りします。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高。